この配信は Twitch で同時配信しています。ログは YouTube でも視聴できます。Twitter で配信告知。Discord では Twitter 的なつぶやきをしてます。各 URL は掲示板トップページをご覧ください。はい、本番でございます。今日も生活サッタンバンデビルサマナーソウルハッカーズ。ショッピングセンター、スーパーの暴動で親父さんを探す、それをやってるとこからですね。はぁ、今日は何もしてないのに疲れた。じゃあ、とりあえず、違う。フルティマ行っときますか。うわ、早っ。せーの。いや、待った。せーの。ここかな。ちょっと左すぎたか。うん。おい。1秒、もしくは2秒台かな。まあ練習。あ、それでもジャストなんだ。ほう。ちょっと遅かった気がしたけど、そこまで遅くないですね。自己ベストプラス 1.4 秒か。うん。まあ、久しぶりの好タイムってことで。悪くないですね。第4の掲示板、YouTube、リンク、またおかしくなってる。うん。サーバーがおかしいんでしたっけ？もしくはうちの回線がおかしいの2択。これ消すためには、こうだな。消すためにはファイル削除しかない。いや、違う。読み直しだっけ？よし。あ、業務お疲れ様です。しまった。足絡んでて踏めなかった。横は向いたんですけどね。熱いものを冷まさず食った代償で口の上顎がデバフを受け。あれずーっと残りますからね。1日ぐらいはずっと熱いままですか。痛いままですか。お疲れ様です。私的には今日は特にこれといったものはないですね。あえて言うならば、Windows 11の、設定項目、気がついていなかったものに気がついたとか、その程度ですね、せいぜい。まあ、どうでもいいですね。
なんて読むんだろう。なんとかだな。これどこだ？ブルームバーグ。米当局から新規企業の上場廃止に近づく。ほう。新規則の導入計画を発表。ほう、あ、こういうのあるから、あの、妙に、あの、自前の証券市場をいろいろ作ってるんだ。米政府は情報開示の求めに応じない CQO を米国市場から締め出す取り組みをさらに一歩進める。ほう。情報開示に応じない。会計監査を受け入れない場合、3年以内に、ニューヨーク証券取引市場から、またはナスダックから上場廃止となる恐れがある。つまり、会計、アメリカのところに市場に上場しておいて、アメリカの会計監査を受けられないってどういうことなんでしょうね。はあ、つまりはそういうことなんですか。2002年からこの要求を行っているけど、受け入れていないのは C と香港の企業だけ。はあ、つまりやましいことがあるってことですね。受け入れられない理由がある。そもそも罰則とかなかったんでしょうかね。義務じゃなくて努力義務的な感じで。で、現状でもうそこの企業しか受け入れない、受けて入れてないってことでは、実質もう標準的なものだし、受け入れないとこはもう排除という流れは、まあ当然でしょうね。明らかに怪しいわけだしね。そもそも、ね、上場しておいて、ね、実情を見られないのは、言ってしまえば何ですか、投資家の利益にならない的な、そういう理由もできるし、まあまさに自爆的な行動が招いた結果ですね。へえ。上場廃止対象となる企業の特定や上場廃止の手続きなどが定められている。ほう。導入されれば200社余りが米市場から締め出される可能性がある。ほほう。アリババとか、百度、バイドゥーか、も、当局の監査を受け入れること、受け入れてこなかった。なるほど。となると、本当、外部からの資金流入がなくなってしまって、やばいじゃないですかね。まあ、百度はあれですけどね。バイドゥはともかくとして、アリババ、最近、売上乏しいそうですし、アメリカの上場なくなった場合、結構やばげじゃないでしょうかね。ほう。おかしいな。よく埋めたのおじいちゃん許しましたね。うまいこと丸め込んだんですかね。その辺の事情も気になりますね。これは、なんて読むんだ？あ、壁面か。なるほど。そして、その結果として NHK。C の配車グループ最大手。これなんて読むの？敵敵？ニューヨーク市場で上場廃止を発表。あ、これ、このニュース見ました。これが、監査受け入れに拒否してるところを排除していくっていう流れがあったからなんだ。はぁ、その理由でやめたんだ。ほっほぉ。あ、で、香港市場に上場ね。うん、ソフトバンク傘下のファンドを通じて出資している。なるほど、なるほど。ここの上場にめぐっては、直後に C 政府の国家安全上の理由で
審査をはじめ、さらに違法に個人情報を収集してたとして、アプリのダウンロード停止措置を取り、株価を大幅に下落しました。あー、なるほど。つまりは党に忠誠を誓っていなかったんだ。もしくは上納金が足りなかったんですかね。もしくは党幹部関連の会社に対して敵対になるからって嫌がらせなんでしょうかね。これによって C 企業の今後の海外での上場や資金調達のあり方に影響広いのですね。そうなるとアメリカ以外にも行くんでしょうかね。さすがに国内だけでどうにかなるとは思えないし、国外に求めるとなると日本に来るのかな。やめてほしいですね。はあ、これあれなのかな、日本ソフトバンクが絡んでるから、それを理由になんかやったのかな。なんか理由がいろいろ考えられて結構怪しげですね。ありがとうございます。いや、アメリカ様どうしたんでしょうね。最近よくいろいろやってますけど、でもこういうふうに表立ったことをやってるってことは裏で何かやってそうですけどね。許すも何も、米議会が中国排除の流れですから、大統領権限でも使わない限り止まらない流れですね。かといって大統領権限なんて使おうものなら、何言われるか分かりきってるので、結局できんわけです。なるほど。一体どこの国の大統領だと、そう言われることが分かりきってるのか。なるほどね。その結果として、本当はやりたいけどできないっていう、流れに従うしかないと。はあ。やるとしたらあれでしょうかね。中間選挙とか、あの辺でもう、次がないことを確定した状態で無茶するんでしょうかね。いろいろとタイミングがありそうですけど、梅田のおじいちゃんの本性が全力で現れるのはいつの日か、私は楽しみでありませんね。そっか、そんなにアメリカの議会って市関係強気に出てるんだ。それに対して日本のね、政府って何なんでしょうね。どっかの国との友好を謳った、ね、代表者の方々、関連者の方々がことごとく官僚として加わり、ね、そして最近の発言に関しても明らかにおもれる発言しかしないとかね。大丈夫ですか日本。ね、アメリカ様から突き放されたらどうするんでしょうね。日本がレッドチーム入りとかね、シャレになりませんからね。どうにかしてもらわないと。いや、ありがとうございます。これ、恒大。これは TBS か。2.6 億ドル債務不履行の可能性です。ほう、大体300億ぐらい。ほう。代表者の、ねえ、豪邸売ったりとか、そういったものではさすがに払い切れませんか。ほほう。施行できない場合は債権者からの返済の繰り上げを要求される可能性がある。そうなるともう取り返しがつかなくなると。なるほどね。恒大をめぐってはドル建て社債の未払いが相次ぐ中、かろうじて債務不履行を回避する状況が続いている。もう完全自転車商業を超えてね、死に手に夢中ってお金を絞り出している状態でいつまで続くんでしょうね。もう散々大手の初期業で取引してる方々は逃げたでしょうからね。個人関係に対するもう債務関係だとしたら完全に逃げに走ると思うんですけど、実際ちょっと前もね、現物関係で逃げていたし、そろそろもう玉がなくなるんじゃないかと思うんですけどね。どうでしょうね。国は助けてくれないし、どちらにしろ5つ沈むかのカウントダウンですか。いや、ありがとうございます。
本当ここコンスタントに情報出てきて面白いですね。分かっていたことですが、お疲れ様。ね。もう完全に破産終了ですか。これは時事。台湾有事なら恐ろしい結果。状況変更企てと示威非難。米朝か。C の国の報道の人は、なんか言ってましたよね。日本の現首相に対して、ね、頭を殴られるとか、血を流すとかね。ああいう脅し文句を吐いてましたけど、それに対、そういったものは日本には反論しないけど、アメリカ様ははっきり言ってますね。恐ろしい結果。いや、すごいね。本当、日本も見習ってほしいですよね。もうひたすらあっちにすり寄ってる状態に近いような、そういう政権に対して、このアメリカのはっきりとした言葉で、行動というか、まあ一応現状、言葉だけか。台湾有事の対応に関しては、台湾が自衛手段を持つことを保障する、責務が我々にもあると述べるにとどめ、従来の米政府の方針に沿い従い、そういか、具体的に行動には言及しなかった。まあ、アフガニスタン同様、自分で守らなければ手伝いはしないけど、やることやるならちゃんとやるよっていう、そういう考え方でいいんでしょうかね。恐ろしい結果。いやー、こういうアメリカ様が言うと、あまりシャレにならない言葉が怖いですね。いや、ありがとうございます。いやー、現政権がもうね、ひどすぎて どうなってるのって感じですからね。アメリカ様頼む お願いだ。現政権に対して、ね、いろいろと、口出してほしいですね。こういう時こそ、頼らせていただきたい。26。米国やらからの外圧でもいいから、売国奴の締め出しへ舵を切ってくれないとって感じですね。あと、日差しひど大すぎ関ま連すなよ情報ね。はいろいろな国内メディアから出てきますが、それ以外になると、ほぼノーマークになってる感じですね。中国関連企業の金の流れに関するニュースを追うなら、国内だと、ロイターとブルームバーグ見れてないと、置いてきぼり確定な感じです。ほぼ国内メディアはスルーなんだ。あれですか？いつもの報道しない自由ですか？報道しない権利ですか？単に国内向けに記事としてのバリューがないっていう、そういったことではないと思いますけどね。やっぱり何かしら裏あんでしょうかね。他の国の影響力の関係で、ねえ、あえて無視してる可能性ですか。そうなると、ロイターブルームバーグか。ああ、じゃあやっぱ巡回に入れないとダメかな。巡回っていうか あれか、RSS とかないとなかなか見に行けないんですよね。いや、ありがとうございます。まあ、国内の、ね、メディアが無視するってことは、それほど重要だってことだしね。そういう点で、やはり、交代関係、ちゃんと見ていかないとまずいですね。いや、ありがとうございます。交代というか、C 国系の金融関係ですか。日本に対する影響ゼロじゃないっていうのにね、結構あるっていうのに、普通に無視されてるのはすごいですね。経済新聞を歌ってるどっかの新聞とかも、
ほっぽらかしなんでしょうかね。待てよ、場所の名前が分かんないな。なんとかマート、せっかく日本をね、イギリス様と結構距離が縮まってきてるっていうのにね、こんな中国に近寄ってると話がなかったことになるとかね、そういうことになりそうだし、現政権は日本のためにならないと思うんですけどね。あかねマートか、あかねモールか。赤根モール、よし。前回は裏口、倉庫に行く鍵を手に入れたんで、それを使って倉庫へ行きましょう。そっちからが多分本番ですね。ここかな。行き過ぎた。確かこの辺に人いたよね。あ、いない。鍵が開いた。そういうこと。なるほど、こういう風にして倉庫行くんだ。空中回路って珍しいですね。こういったのってね、荷物とか運ぶ系だと地下が多いと思うんだけど、上を通すんだ。倉庫1。いや、今回今作新しい場所行くときにどこかのマップを経由してまた新しいところに行くってパターン多いですね。戻るのめんどくさいんですよね。ショートカットないのかな。まあ一応セーブするか。さーて、ここでは一体何が出てくるのかな。例えばデビルアナライズしてないな。チェック。アマゾンは作った。獰猛なのにこのやぶさめショットとかスキルを使わないんで使いやすいですね。ひたすらに物理で殴ってくれるんでかなり優秀。火力も高い。カソ UI なんだ。リアラマファイアブレスリカンペトラディ火炎吸収、表現性弱い。ビービル。馬にも乗らずにやぶさめとな。エア乗馬でやぶさめですかね。なんでしょうね。確かに馬に乗りながら知らせながら弓を撃つのがやぶさめですよね。的に向かって。どういうことだろう。あまり深くは突っ込んじゃいけないんですか。海外記事を翻訳して記事にすることを。やぶさめってそういう字で書くんだ。感じでしょうか。しかしもうさえどうにかなれば大丈夫とでも思ってるのか。それ以外はさっぱりって印象です。そういう意味ではロイターとブルームバーグは一応報じているので、期待でしょうか。あと木曜だったかに垂れ流した東洋経済の中国関連記事を複数貼ったんですが、日本語翻訳して記事にしたのが半月遅れの上、東洋経済以外はスルーだったので、真面目に動向を追っていかないと最悪半月遅れとかで重要な情報が来るってレベルになってるようです。ローラースケートでも履いてやぶさめしてんじゃない？そんな適当なんだ。本当何か裏がありそうですよね。
あえてそこまで徹底して情報を入れないっていうのは、情報を日本に流してこないっていうのは、やっぱり何らかの意図を感じますよね。明らかにおかしいですよね。ね、多少でもね、あの K の方、K に関してはそこそこ入ってくるのに C だけスルーってのは明らかな意図を感じますよね。なるほど。やっぱり自主的にしっかりとそういった情報を流してくれるところを見ないとダメか。あと最悪、アカメモールってなんか可愛いですね。 W アカネ、あのマブラブになんかアカネって言いましたよね。東洋経済も、まああちら向きの新聞社ですから W なるほどそれでもまあ若干でも記事流してくれるだけマシなんでしょうかね。やっぱりロイター、ブルームバーグ、あと最悪あっち系の原文の記事を翻訳してとか、能動的に、あ、まあ、なんだったらば、あれか、カノクニメディア系はさすがに、ね、あれなんで、英語系のメディアで翻訳して読むとか、そっち、そういうことしないとダメですかね。難易度が上がっていく難易度が高い、うん、いやありがとうございます。やっぱり日本のメディアっておかしいですよね。何なんでしょうね、うん、半月遅れとかまあ記事になったものを答え合わせできるって点でタイミング的にはいいかもしれないけど、どちらにしろ答えわかんの半月後か。ローラースケートでも履いてあ、ローラースケートって言えば確かにあのこのゲーム装備でローラーブレードはあるんですよ。そういったものを履いてる可能性ですか。ほらローラーブレードこれを馬と見立ててやぶさめですか。アカネモール、名前はいいかもしれないけど、その実は悪魔がはびこる、ね、地獄の地ですね、うん、青番でございます東洋経済まあねえ、海外雑誌でもあのニュースウィークっていう素敵な雑誌もありますからねうわーっていうね、ああいう記事ばっかり載ってる雑誌もあるんでまだマシじゃないですかねニュースウィークはどれだけひん曲がった記事載ってるかを 毎回楽しみにしてるんですけど、あ、なんていうんですか、室内線っていうの、あのぐるぐる回ってるやつありますね。お、あんたの将棋だね、助かった。アイスラインあった。あった。わけのわからないこと言ってるし、目は座ってるしな。殺されるかと思ったけど、意外と動きが鈍くて、それで助かった。ほう。動きが鈍い。やっぱり乗っ取られて、体の制御うまくいってないのか。こっちの方から来てた。この奥ってどうすればいける？管制室のレバーが同じ色にの扉に対応してて、それを操作すれば開く。ほう。色の組み合わせは毎月変わるらしい。そこまでは知らない。ああ、このおっちゃんって逃げてきた一般人じゃなくて、倉庫の作業員かなんかなんだ。なるほどね。あ、ドアに何か書いてある。一度に操作できるレバーは2本。今の国内メディアって下手すりゃより好みしたリツイート屋さんレベルだと思ってる方が、うん、精神衛生上平和になれます。新聞社の報道スタンスとかそういうのも含めて見るって大事なんだなと思う次第です、うん、なるほど
そっか、確かにあのツイッターツイート的なああいう感じの PV 稼ぐためとかね、話題性っていう点ばっかりを重視して、あと自分の大切なクライアントの顔色を疑って伺ってっていう、その辺のもろもろ含めての結果が現状ですか。報道さんですね、単純に右か左かそれだけじゃなくて、さらにその上のそのやり方、何のようで行くんでしたっけ、そのやり方も含めてもろもろ考えないと見えるものも余計見えなくなっちゃいますかね。本当ネットの時代になってね、本当ひどくなってきましたからね。情報量が増えたがために余計にね。はい、いや、ありがとうございます。アカネモールへは、ここに主人公の親父さんがボートとして暴れてるんで回収しに行くっていう、そのために来てますね。でまだ見つからないんで周辺探索してるっていう状況。アカネモールの店舗にはいなかったので倉庫を探そうっていうところです。うん、重要情報の独り言が大きすぎる W ねえ、口に出さないと思考できないって人たまにいますからね仕方ない。黄緑だからあの色とあの色を合わせればいいんだな。あー、まだここ仕事始めて短いから、あの自分自身への確認も含めて声出してやってるのかな。悪いことではないですね。ただ周りはちゃんと見ないといけませんね。黄緑だからあの色とあの色を合わせればいい。あ、これもしかしてあの色の何混ぜ合わせ考えなきゃいけないの？まるでヒントを、ね、独り言という名のヒントをつぶやいておりますね。そうですね、ありがとう。配信中にクレカ番号を読み出す人と買いますもんね W いや、あれびっくりしましたよね。あの途中でね、隠すのかなと思ったら普通にクレカ番号を全部書いてセキュリティコードまで書いちゃってましたからねいや、あれはびっくりしたいやー、まあ、お酒が入ってるのは分かりますけど、あ、ちょっと個人情報保護法発動しなかったのがね、 やばかったですね。もう私は見て見ぬふりしてましたけど、いや恐ろしい。いや久しぶりにびっくりしました。あれはやばいですね。ああ、黄緑ってどうやって作るの？もう色の混ぜ合わせなんて私覚えてないけど、黄色と青かな。え？あ、はい。で、こうかな。君たちのロボ？この倉庫には特殊なセキュリティがかかってるから変な考えを起こしても無駄。特殊なセキュリティって何？あの不法侵入者が出てくると、あのロボコップに出てきたあのメックみたいなやつが出てくるんですかね。階段歩けなくてまあネタバレやめるか。今さすがにロボコップは誰でも知ってるか。ガシャドクロ、うーわー、やっぱり敵全体的にレベルアップしてるな。氷結反射、頭殺無効、炎に弱い。
とりあえず殴る、ゴーゴーが、あーまあガンでいいか。で、ガードかな。青と赤は紫っすね。あ、ラジャってことはということは黄色と黄色と青かな。もう絵とか全く触ってないからわかんない。色の混ぜ合わせ覚えてないですね。リアルハン、おっしょ、ケイ。ガシャドクロちょっと構えてもいいかな。ムド怖いですね。マジックリアラマ、まあ OS とかのツール使って色の混ぜ合わせ見ればいいんだけど。緑、青を外して、赤かな、赤と黄色かな。あの OS のペイント使っていいですか。ペイント、ペイント、ペイント、色は赤と、赤と青か、赤と青で緑か、赤と青で緑か。え？いや違うね。青と赤は紫だよね。ちょっと待って、私この見方間違ってる。根本的に間違ってるね。緑は赤と違うな、これ RGB だから色違くね。あ、これ参考になんないわ。光の三原色と色の三原色って違うんだっけ。まあこれでいいとしよう。じゃあこれさ、正面が閉まってんのかな。あ、いける。あ、赤の扉開いてる。ここが開くんだ。どうしても困ったらどうぞ W リンク。ありがとうございます。ウェブカラーデザイン .net ありがとうございます。あれ、カソとビービルだ。ここで出てくんだ。あー、ちょっとカソ仲間にしたいな。悪いやつ、ヒーローだ。あの噂の仮面ノブタ、しかし旧王ノブタ、わかんない。ノブタってなんだ。ヒーローっていう強い人間がいるんだってね。どんなヒーローがいるの。ギャバリオン。ギャバのこと。仮面ノブタ、ラットマン、ゴキレンジャー。さっきノブタって言ってたね。8号まで知ってる。9号って新キャラ。あ、はい。物販卿、物販卿ってまか、テトラカーンかな。持ってない。あ、
章が。あー、こんな感じなんだ。はあ、さすがに扉の色までは書かれない。全体的にどういうシステムなんだろう。多分間違ってるとこでもアイテムとかありそうですね。ちょっと待って、ちゃんと相手の打撃技を反射ラジャー未尺寺様か。ちょっと待って、レベルは35。鉄砲反射者はない気がするんで撃ってみようか。ムスリー反射じゃないから大丈夫だよね。あ、大丈夫っぽい。おー、デスバンド技じゃない。あ、大丈夫。お、跳ね返った。えらい。ディアラマ。やっぱりデスバウンド。うわ、やめろ、それ効かないでしょ。まあ、ソード。あ、しまった。スタート地点から左のところを見ればよかったか。鍵かかった扉じゃないっぽいし。一旦この辺探索したら戻ってみますか。あ、青。赤。青か。黄色。なんもないんだね。未尺寺様ガン。おお、全体か。おお、効くね。やめてくれ。メディア。デスバンド使っていいぞ。おーっと、やめろ。あぶな。おそらく無毒効果。クフリン効くんだ。氷結系が効かないのか。いや、効いてたな。なんか向こうがあったはずだね。ディアラハン。ディアラハじゃなくてディアラマね。で、青となるとこっちルート外れか。
扉の色覚えてないとメモしないと忘れそうだね。てか普通に忘れてますね。もう色なんて覚えてない。おー、パワーか。ハンマ、デスバウンド、リベラマ、無限の挑発、ガイア、技に弱い。パワー仲間にできないよね。今アライメント真逆だから多分無理だね。じゃあガンで。お、やった。これしびれてるからターン終わっても継続ですよね。いや、バッドステータス強いね。単純なあのしびれとパライズのその若干の違いでも相当違いますね。1ターンかもしくは継続か。スタート地点に戻るか。これはよもつ戦。ジャヒー様物理反射ってことはとりあえずソードで OK。 ネミッサさんもガウトか。お、えらい。よし、揺れた。おーっと、やめてくれ。殴る。魔法使ってもいいのかな。いやー、これは防御してた方がいいか。マカラカン。あ、ダメだ、何もできん。他頼んだ。あ、倒しきれない。物理反射けど剣は電撃なんで問題はないはず。アギでいっか。あ、強っ。いや、一番弱いアギであんなダメージいくんだ。魔法に弱いってすごいね。一旦戻ろう。お、アイテムだ。チャクラドロップ。あー、いっぱい持ってる。使っちゃおう。ネミッサさんでいいんだけど、レベル上がるまでもうちょっとあるか。あ、そこそこ回復する。で、私回復したのクーフリンだな。はい、2つ使っとこう。まあ、クーフリン、ジャヒー様出てきたときに、マガザンマ打ってもらうために、MP をあっても困ることはないか。パワーと加速。あとなんか後ろにいる？ガン。ガン。拾わなくていいの？拾ってないですね。ありがとうございます。使うだけ使って、潰しましたね。ありがとうございます。
言われてそういえばっていうね。あ、後ろいないんだ。うわー、こいつに向かってデスバウンド、もったいない。ソード、じゃあもう一回行こう。今は新月に向かっている方向か。あ、でも大丈夫か。アイテムの場合には新月になってもマッパーの効果は残ったはず。見晴らし。戦にジャヒー様、卵込めしてない、ショックシェル。一匹か。うわー、バカ。そして魅了される。多い多い。いやー、これ多分右側倒しちゃうな。主人公は一旦ガードしとこう。いやー、ディスチャームがないね。アイテムがあるか。いや、もう回復しないとダメだな。ないね。自爆か。ネミッサさんはかかりづらいでしょう。あ、ジャッヒー様会話できる。じゃあ会話で仲間にしよう。赤い羽の募金です。これ具体的に出しちゃっていいんだ。愛してる、ナンパしてる、ナンパしてる。やった、ジャッヒー様ゲット。最悪回避用にしよっか。アマゾーンでウンディーネ、ビービルでニャルモット、まあ、グドンなんで戦闘要員としてはいいかもしんないけど、クーフーリンよか使いやすいかもしれないですね。デスバウンド連発されるより全然マシっていうのもありますけど。まあ一応は火力なんで、もうちょっと頑張りますか。クーフーリンあれかな、アイテムにしちゃった方がいいのかな。確かゲイボルクがなんか作れますよね。マンダラメロン、あー、使っちゃおうか。ギフとマンダラメロン、いかにもな HP 消費型のノースジスね、W ねえ強いんですけど、
死亡寸前まで HP ギリギリまで使っちゃうんで、ちょっと使いにくいですね。指示すればいいんですけど、そうすると中性度減っちゃうし、なかなかに使いづらいですね。あ、アマゾーンに聞いた。あ、でもマックスだ。うん。ほい。じゃあ、続行で。私はいけない。美釈寺様、違う、物理55。ん、ちょっと待って、これなんだっけ。打撃技反射か。効くよね。ダメだ、攻撃手段がない。あ、ありがとうございます。ちょっとクーフリーさ死にそうなんだけど、ディアラマ。主人公を優先すべきだったか。いや、でもどっちにしろ武道家だったら死ぬしね。うわやめろ。ディアラマ主人公だな。うん、あれ、あ、そっか、こちらはいける。で、ロックがかかってる。先生使って回復してもいいのよ。あ、そうだ。そういえばディアラマ覚えてましたね。そうだ、忘れてました。ありがとうございます。ちょっと次回の回復は先生使おう。先生を使うというその考えがなかった。もうボスの時にマカラカン使ってもらう。お、なんだこれ。そういう要因としてしか考えてなかった。ピアレ、あ、しまった。あの、詳細見てなかった。友達に老け顔、そう思ってんだろ。そんなことはない。たくさんいる。ほう、ケントが欲しい。木刀。あ、おかしいな、ミスったか。あげたものがしょぼかったか。あれ、さっきの戦ったことあるの。アライメント不良とか。あー、そっちですかね。ありそうですね。今のアライメントちょっとカオス寄りなんで、そっち、それがまずかったか。要はロイチェクタ。ほう、東南アジア系ですかね。これ大丈夫かな、魔法系かな。
物理反射がないと信じたい。よし。お、しびれた。トネリコの弓。アルトネリコ。トネリコって木かなんかでしたっけ？装備。トネリコの木で作られた弓。一体から拡散。ほう。十文字槍の方が64、656。命中高いんだ。一体から拡散。まあ現状でいいか。あ、結構硬いね。空洞レベル44。アライメントニュートラル。まあラギオン。牛の国前リカームドラ。おう、マハラギオン食らいたくないね。牛の国参り、火炎吸収氷結に弱い。これ仲間にしたいね。44か。あ、レベル足りないがあったんじゃない？もしかして。43、あーダメだ。レベル不足だ。さっきの悪魔もレベル足りなかった可能性ですね。青か。ガシャドクロ。後ろにジャヒー様。グレイマン。あ、グレイマン。これ仲間にしたいね。うわー、このタイプか。じっと見つめる。舐めるように見る。やった。グレーマン、これ今作るくらいしか選択しなかったのに助かった。グレーマンは今いる悪魔から作れるタイプなんで結構強いんじゃない？これから合体させれば相当使える気がする。ダークカオス。打撃、斬撃反射。まあそんな使えるキャラじゃないね。一本釣り成功 W。ああいうタイプってほぼほぼ失敗するんですけど、うまいこといきましたね。こういうのは毎回言ってくれればいいのに。あ、まあそれでも前作の仲間のならなさ具合に比べれば全然楽ですね。だって2時間とか3時間やって仲間一体しか仲間になんないっていうね。そういうのザラでしたからね。アライメント的に材料いきっすかね。ですね。使いづらすぎますね。最悪先生に合体させてレベルの底上げかな。多分自分のレベルと合体させたレベルのレベルの間ぐらいですよね。それぐらいになるはずなんで、今までの流れからすると。なんでそういう使い方もありかな。あ、まあ継承する能力次第か。あ、そうね。ゾーマ合体プラグイン入れてないから今できない。確認できない。こっちもいけないか。
モツイクザニジャヒ様。うん、まあガンにしとく。もしか後ろ魔法攻撃しちゃってもよかったね。よし。うん、効率に当たってほしかったな。うわ、痛て。主人公は多分遅いからガードして、ゴーゴーで、アギでいいや。おお、メデラマあれ、クフーニーさん、そんなの使えたんだ。ガード55、アギガード。待て、主人公の攻撃確か通ったよね。まあいっか。あ、いや、びっくりした。何が起こったかと思ったら連戦か。打撃技反射。ガンでいいか。ああ、しまった。ガードしちゃった。わお。殴る、ゴーゴー。確か貫通するよね。いや、待てよ。あ、これか、貫通じゃなくて拡散か。うん、あ、後ろにも行ってる。お、ナイス。うん、こういうのならば悪くない。先生、うーん、青か。正面が行き止まりで、違うな、開いてるな。じゃあこっち。これはスルーしちゃってもいいかな。これ戦いたくないね。ムドラが怖いね。ハマに弱いだね。これちょっと回避しよっか。はい、魔法で攻撃する手段が乏しいんで戦いたくない。いけない。これ見たことあるな。前作で出てきたやつか。じゃあカマク。これって確か氷系だったっけ。殴る5。うわ、勝った。あ、しびれた。うわー、デスバンド行く。
しびれろ。ダメか。サイコバリア。精神攻撃系無効か。うわー、1体で320、強いね。グレイマンは見てある。狡猾、ほう、ダークロー、バリアントダンス、ペトラアイ。ちょっと待って、ペトラアイは危険すぎるな。サイコバリア、ムド、ムドとペトラアイは危険ですね。主人公を即死しますからね。これはやばいな。ハマ、呪殺、精神、魔力無効。何これ、強すぎない？はあ、なるほどね。アライメント的にこれ仲間にするの無理だ。あとレベルは、あ、レベル的にはいける。いや、危険だな。ちょっとセーブしよっか。あらかじめペトラディかけておくことによって一回無効にできるとか、そういったのない？ないか。左かな。先生を戦闘型魔法使いに転身も一強化。それもいいですよね。言うこと聞いてくれるっていうのは利点大きいですからね。いくら有用な特技魔法を持っていても言うこと聞いてくれないと何の役にも立ちませんからね。そういう点でありですね。できればマカラカン、テトラカンを覚えていてくれれば最高ですけど、ちょっと今後の合体した仲間の出来次第ですしょうかね。僕ペットを飼いたい。え？ああ、まあ犬でいいじゃない。知るか。電撃吸収、ハマ向こう、ソード、カソ、ゴーゴー、まあ、ガンウッドか。ああ、避ける。おっと、ちょっと遅いよ。魔石も限界かな。まず魔石を使って、で、待てよ、そろそろレベル上がるんでは。1200、1400、魔法を使っちゃってもいいですね。青、ってことはルート的にやっぱ間違い、扉の色間違えてますね。ガシャドクロ、 あと弾リロードしてない。
無毒車に倒すんだ。またデスバウンド。ちょっとレベル差出てきた関係で経験値はしょっぱいですね。いや、削らなくていいや。あとセーブだ。となるとルート的にはこの行けてない右側か。一旦スイッチルームに戻りましょう。全然ダメージが通らないんですけど。そっか、魔法に強いがあるから属性攻撃に対する耐性高いのか。まあ5でいいや。波動大輪、なんだそりゃ。波動という言葉でいきなり怪しさが満点ですが、武器でしょう。大型の切り刃を持つリング状の刀具。おお、左から攻撃するんだ。今は赤と黄色。黄色と青かな。で、あ、これずるいね。この段階で開いてる扉と閉まってる扉わかるんだ。なるほど。つまりこれ間違ってますね。違ってますね。指示で恐縮ですが、へこいたら腐った卵のような匂いがしました。その報告は必要だったんだろうか。まああれ
ですか、体調の問題ですか。赤がいらない？やったよね。黄色と卵の腐ったような匂いってことは硫化硫黄的な感じ？あ、いや、これダメだな。大根が多いと強烈になってくるよね。どうでもいい話だけど。なるほど。あれ？これもしかして。マップのこの表示と連動してない？してる気がするけどな。黄色オンだよね。これ戻すと。一旦全部戻してみよっか。それでマップの表示見ればわかるね。あー、これ連動してないね。自分がくぐったことあるかどうかのその差しかないんだ。そういうことか。わかりました。違う、赤じゃない。これ こうかな。さーてと、どこに行けばいいんだ。滑走。あ、回復してない。強っ。デスバウンドやめろよ。 やるのか。お、また波動対に。レベル上がるならばネミッサさんで回復しちゃおう。リアルハンでいいや。右。あれ、いけない。こっちから回っていける？なんかぐるっと回っていくっぽいな。上ルートで行くのかな。あ、ダメですか。こっち行ける。これ右行けるでしょ。ダメか。ほんと派手にぐるっと大回りするのかな。よもつ行くさ。なんかアマゾンさんが妙に火力高いね。もしかして月齢で火力上がってる？うわー、バカ。ひやいや、主人公に呪殺聞くのってどうなの。まあは聞かないんだけどね。ありがとうございました。畜生か。いやー、これ呪殺無効欲しいな。これはひどい。
いや、石化しても即死ですからね。いや、どこでもセーブできるだけまだマシですけど。これどこ？マップ作ってる途中だ。まあ、一回帰りましょうか。いや、待てよ。これ、まっすぐ行ける？ってことは、これさっきセーブしたばっかりか。あ、よかった。自分でいつセーブしたか覚えてなかった。いや、ほんとセーブしてよかったですね。はぁ、あ。10冊無効の装備とか持ってない？ないね。あ、10冊無効あるね。まハマに弱くなっちゃうんだ。え、でもハマに弱いって言っても人間ハマ引かないよね。これって関係なくない？これありだな。あ、どうなんだろう。これ、人間はハマ引かないけど、無道は効く。無道10冊効く。で、10冊を無効にしてハマに弱いっていうのがついた場合、本当ハマに、いや、でも書いてある以上、ハマが効くようになっちゃうんだろうな。ハマ使ってくるのは、パワーか。いや、二者択一ダメだね。これはまだ 10冊反射ある。この方がいいか。愛のぬくもりが失われた指輪。打撃に弱い。今何装備してんの？ 28。あの8。細かいセーブで人間の耐性がどうにハかマすゼる？ロだった場合、装備でマイナス100になったら貫き通して死ぬかもしれない。 なるほど。 なるほど。ディアボロ的解釈か。となると、ハマに強くなっても、呪殺に強くなってもハマに弱くなっちゃうからダメか。いや、これ難しいな。複数装備で補うことできればいいんだろうけど、そうなると基本の性能落ちちゃいますからね。ちょっと仕方ないから現状で維持でいこう。こっちでいいの？こっち？ガジェット黒。無道は勘弁。あ、でも魔法の無道だった場合は、マカラカーンで反射できるから、最悪それでもいいし、ドラジャの石使うってのもありか。これよくよく見ると、なんか額に G って書いてあるね。ガシャドクロの G ですか。いやー、これガン使ってしびれさせよう。ハマがあればな。一匹瞬殺できるんだけど、避ける。後ろの人がやばいよ。そう、やめなさいよ。いやー、これ回避していいですか？グレーマンめんどくさすぎる。ディアラマメディア、ディア、こっち行けない。こっちで左？あ、行けない。
あ、こっち行ける。こっち行けない。こっち？あ、なんか正解ルートっぽいね。ビービルか。電撃吸収浜向こう。ガン。あー、弾がない。はい。強っ。麻痺した。ルビー宝玉いいね。イクイプショックシェル。ダメかって、こっちルートか。あれ？ってことはこれミスってんのか。かわいろ。ってことは赤が間違ってんのか。滑走。あー、倒しきれない。これ帰るのも一苦労ですね。結構大回りしていた気がする。あ、全然そんなことはなかった。これでよろしいか。多分ここの辺でしょう。素直に聞かせてくれないよね。おつくすで消化 W。 え？この時間から、あ、この前買ったあれか、メガドラのゲーム。ほい。ということで、生茶さんの配信が始まりましたんで、今日はここで終了ですね。次回はこのまたスイッチを変えたところを再探索。あ、お疲れ様です。いや、週末にまた生茶さんが楽しめるとは。これはなかなか幸先がいいですね。はい。ということで、今日はここで終了いたします。ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。続きはまた次回で。そんな感じでまた次回お時間ありましたならば、適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。生茶さんの配信へ移行、よろしくお願いします。ではでは。あー、これ、ここのライトとライトの間だからここ暗いのか。なるほど。